平成30年7月18日、阿蘇市は阿蘇火山博物館、そして NEC と安心・安全かつ持続可能なまちづくりに向けた包括連携協定書に調印しました。阿蘇市と公益財団阿蘇火山博物館区喜文化財団、そして日本電気株式会社の3社による包括連携協定締結式は 午前10時から、阿蘇市役所会議室で行われ、それぞれの代表が協定書に調印しました。今回の協定は、阿蘇市における阿蘇三条観光復興ビジョンを防災面及び観光面で活かすために、阿蘇火山博物館が持つ防災、観光、教育面のノウハウと、NEC が持つ最先端の ICT 技術を連携させた、 安心安全かつ持続可能なまちづくりと全のさらなる活発化を目指すというものです。具体的な取り組みとして、一つ目はエコシステムによる安心安全かつ持続可能なまちづくり。二つ目は災害対策と観光振興の両立による世界一安心安全な火山観光地の実現。三つ目は地域企業団体との 強制活動による新しいサービスの創出。四つ目は、阿蘇火山博物館を中心とした防災拠点及び観光拠点の強化となっています。協定書に調印した後、阿蘇市の佐藤市長、区喜文化財団の区喜康弘理事長、NEC 西日本担当の石橋健次執行役員が挨拶、締結式を終わりました。